小川健太郎は、日本の経営者。スキやなどを展開する前哨の創業者で、代表取締役会長兼社長兼 CEO。2017年により、国民生活産業、消費者団体連合会、第2代会長。石川県出身。東京都立新宿高等学校を経て、東京大学に進学するも、全共闘運動に関わり中退。公安労働を経て、 ベトナム戦争で、資本主義のもとで貧困をなくすことに目覚め、通信教育で、中小企業診断士の資格を取得する。1978年、吉野屋に入社。同社の倒産などをきっかけに独立し、1982年に、全商を創業。創業時に全省、全商、全意の商売、全の心で商売を行うの3つの意味を込めて、社名を命名した。 横浜市鶴見区の京急本線生麦駅前で持ち帰り、弁当店、ランチボックス、スキア1号店を開店した。その後、M&A で外食チェーンを次々と参加に収め、強力なリーダーシップを発揮。2011年3月期連結決算では、連結売上高が日本マクドナルドホールディングスを上回り、外食最大手にまで成長させた。 しかし2014年春には、インターネットなどで、スキアの過酷な労働実態が話題となり、社内に労働環境改善策を提言する第三者委員会が設置され、トップとして意識改革を求められることとなった。2017年1月、ライフコーポレーション創業者の清水信二の公認として、国民生活産業、消費者団体連合会、第二大会長に就任した。 ありがとうございます。